薬のことをちょっとここに書いておいてもらおうかな、はい、特に A はまあ1日2回だからね、はい、いいんですけど、はい、ここが B なしですよね、はい、なし今度ここですね、はい、で A はもう1回言うと、はい、A は2回だから、はい、でこの辺観察しながら、はい、そんで、具合があんまりは食欲が少ないとか体重がどんどん減っていくんだったら、はい、その胸その日か次の日に書いてください、はい、でまあ、なんとか体重が1週間増えていくんだったら、はい、うんちもちょっとずつ良くなってくれるんだったら、はい、1週間後というか薬が消える前に、はい、してきてもらっていいかな。じゃあこれは書いてください、はい、それとじゃあこれちょっと殴りがちですけど、まあ読めたら後で見てください、はい、じゃあもう一回注入かちょっと書きますんでね、はい、じゃあもう10分時間ください。それでその間にお薬を受付でお渡ししますんで、はい、生産しておいてもらっていいですか。何かご質問あります？ちょっとなんか忙しいですまた何かあったらさメモといて今度聞いてください。ああ、わかりました。だから薬は1週間分をいただいた。1週間分です。1週間分です。だからまた1週間後に来てもらう。はい、そうで先週の薬はそんな 毎日やらないから、はい、2週間に1回単位でやります、はいはい、それからあと何だっけな、そう日光浴を今日なんでさちょっと寒いけど、はい、とりあえず1分でもいいから、はい、日光浴してください。絶対日光浴とそれからあと温浴ね、はいはい、温浴して、はい、暖かい状態で5分足し湯しながらでもいいから、はい、それでその後体拭いて温めてやろう、はい、それも治療ですからね、はい、そんでお願いしますね、はい、はい、じゃあちょっと待ちください、はい、どうぞ。